Axel.net. 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 Net. こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第134回。2018年2月21日頃配信予定号です。中根です。134度目まして、インフォアクシアの植木です。焼き鳥屋さんでは、ささみとせせりを何度も注文してしまいます。山本泉です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せせりって、どこでしたっけ？首んとこ？あ、首んとこか。なんか、だから、なんか、焼き鳥屋さんによっては、ネックって言ったりとか。あ、はいはいはい、ありますね。あります。うん。うん、ですね。そうですか。ささみは、高タンパク低カロリー。そうです。高プリン体。はい。あ、プリン体もそうなの？そうです。プリン体が、実は鶏肉はプリン体が多いんだそうです。あ、それはそうですけど、そっか、ささみってプリン体いっぱいあるんだ。らしいです。知らなかった。へぇー、はい。すごい、なんか、ね、最近ダイエットしてる人には話題のささみですよね。はい。最近だんだんそういうなんかよくわからない知識が、ついてきたのは年のせいかなっていう気がね、してきましたけれどもね。なるほど。はい、まあ、健康なものが嫌いな中根さんが珍しいですね。いや、だからあんまり好きじゃないんですよ。でもなんか自然と入ってくる、そういう情報が。そうなんです。なるほど。はい、さて、今日は2月21日らへんということなんですが、2月21日、ウィキペディアによりますと、1988年の2月21日に、8インチサイズのシングル CD が日本国内で初めて販売されたんですって。へー。はいはい。そう。ということで、まあ、本当はシングル CD のお話が伺いたいですが、もしなければ、シングルレコードでも昭和な感じのお話でもいいです。中根さん、植木さん、シングル CD、シングルレコードの思い出、もしくは、とか、例えば初めて買ったものとか、なんか、泣きそうなエピソードとか、ありましたら、どうぞ、中根さん。泣きそうなエピソードは特にないんですけれども、はい、シングル CD って僕多分結局1枚も買ったことないんじゃないかなっていう8インチのやつ、8インチ 8センチか。8センチですね。8センチですよね。はい、うん。うん、買ったことないんじゃないかなと思いますね。で、シングル版、アナログのドーナツ版は、多分自分の、その、お金で、自分の意思で買ったやつは、最初は何ですかね、多分ね、ロスロボスのラバンバっていう。なぁ！ラバンバっていう映画がありましたけど、はい、それのあれですね、テーマ曲ですね。今歌いたい。やめて。やめて。カットするから別に歌ってもいいけど、やめて。はい、にゃんですよね。ピーっていう感じですね。で、いや、なんか僕、あの頃ってシングルレコード1枚700円だったんですけれども、はい。なぜかラバンバは、700円握りしめてレコード屋さんに行って、ラバンバくださいって言って買ったら500円だった、すごいお得な気分になったっていう記憶がすごくありますね。中学生の頃。なるほど。ありがとうございます。そうか。お得感重要ですよね、中学生の頃って。そう、だからね、ちょっと古い、アルバムとかは、普通は2800円だったのが2500円のやつがあったりとか。あった！で、僕はそれ2500円でお得だと思ってたんだけど、輸入版コーナーっていうところに行くと、同じやつが1880円で売ってたりして、なんだこのお得感はっつって。そうでした。輸入版コーナーあった。はい。まだタワーレコードとかがね、展開する前だったんで、それって。いつも、池袋西部の10階にあるレコード屋さんに行ってましたけれどもね。はい。ありがとうございます。植木さん、いかがですか？初めて買ったシングルレコードは、ゴーゴーかけふ。やっぱりそっち方向だったのか。
だだだだにゃゆうおおう。非常にですね、懐かしいですね。現場からは以上です。ありがとうございます。私も実は中根さんと同じでシングル CD は結局買わずじまいだったなーってあったんですよね。で、なんかシングル CD って、もともと持ってるプレイヤーだと、かけれなくって、サイズが合わなくって、昔のプレイヤーかけられませんでしたね、あれ確かにね。そう、アダプターがあったね。アダプターがあって、ね、あれにはめて回したね。そう。みんな、なんかやってたなーっていう記憶があって、あと、ジャケットが細長いので、結構周りの人たちも、収納にとても苦労していたなっていうのを見て、横目で見ていたっていう記憶があります。印象が。細長いジャケットをそのまま、綺麗に収納できるプラスチックのハードケースみたいなのも売ってましたよね。なんかあった。そう。でもなんか結局はなんやかんや言っても、8インチから結局普通のまた CD サイズに戻ってしまいましたよね。うん、シングルって言っても普通の、サイズの CD にして、ケースが多いような気がしますね、もう今やね。そうですよね。はい。ということで、皆さんもシングル CD、もしくはシングルレコードの思い出話のお話、思い出話のお話？お待ちしてます。ます。はい、では本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は2月2回目の配信ということで、毎月2回目の配信ではゲストの方をお迎えしています。今回もゲストの方をお迎えしていますので、まず簡単に自己紹介をお願いします。有限会社時代工房の柴田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、柴田さん、特にこの12月のアドベントカレンダー時期とかに結構見かけた方とかも、ウェブアクセシビリティのコミュニティの皆さんだと多いかもしれないんですけれども、まあ、どんな方なのか、それからどんな、ことをやってらっしゃるのかなんてことからまず伺っていきたいと思いますけれども、まずその、有限会社時代工房ということですけれども、時代工房さんっていうのはどういう、ことをやられてる会社なんですか？基本的にはウェブ制作会社です。まあ、印刷物などもやっているんですけれども、もともとそのアクセシビリティがやりたくて会社を仲間と始めたんですが、まあ、アクセシビリティだけで物を買ってくれる、ウェブサイト買ってくれるお客さんがほとんどいなくてですね、結果的に普通のウェブ屋さんみたいな感じの商売をよくしています。で、まあ、アクセシビリティを売り物にして買ってくれるお客さんというと、まあ、行政か、教育機関か、あと、まあ、NPO かみたいな感じなので、そういうところが多いですね、お客さんに。はい。なるほど。まあ、もともとアクセシビリティをやりたくてっていうことを、実は今初めて伺ったんですけれども、はいはいはい。もうどれぐらいですか、会社、そういった形で始められてから。会社15期目ですね、今。お、結構長い。じゃあもう2000年過ぎぐらいにそういうところに注目して始められたっていう。2002年とか3年とかってことですか？そうですね。2003年ですね。だから。その前からなんかアクセシビリティ関係のことをやられていたりとか、興味があったりとかしたんですか？いえ、全然なくて、僕、大学では哲学というか、まあ、哲学っぽいことの勉強をしていて、で、まあ、なんか、お前みたいなやつ社会に出せないから大学で働けって言われて、大学で働いてたんですね。はい。で、まあ、働いてたのが、まあ、ちょっとコンピューターの勉強して、お前ウェブサイト作れって言われて、大学の広報室みたいなところで、まあ、そこで初めて HTML に触って、ウェブに触れたんですけれども、なんていうか、アクセシビリティの業界というか、この界隈の人たち、だったらほとんどまあ似たような道を辿ってると思うんですが、やっぱりウェブ神崎で影響を受けて、で、バケラさん、はい、だから太田さんですね、太田さんのサイトに影響を受けて、まああと、猫飯日記だとか闇黒日記だとかそういうのを読んでたら、もうこれしかないっていう風になってですね、で、まあ、それを、大学の仲間に吹聴して回ってたら、いや、ウェブとアクセシビリティ面白いよって吹聴して回ってたら、面白いんだったら会社を起こせばって言われて、そう、面白かったら会社を起こすんだって、そそのかされて会社を起こしたので、やっぱりそういう感じですね。なるほど。へー。はい。すごい。っていうかもう、歩んできた、この、
ウェブの見てきたやつが、ほとんど今自分のことを言われているかのように、すごくふわーってなりました。あ、ですよね。はい、同じ道を歩みました。そんな感じだと思います、みんな、アクセシビリティ。この間、日立さんと喋ってた時も、バケラチルトレンダーって話をしてましたし。ああ、なるほど。そうなんですよね。はい、そうですか。じゃあ、まあ、仕様とか、その HTML を書くとか、ウェブを作るとかっていうことを、いろいろと、調べていく、勉強していくっていう中で、アクセシビリティっていう考え方に接して、はい。まあ、影響を受けたっていう感じなんですね。そうですね。実際そういう、まあ、なんていうんですかね、考え方として面白いっていう風になところから入るパターンも、の方っていうのは結構、まあ、そこそこいらっしゃる一方で、もう一方のパターンとしては、考え方はともあれ、その技術的な部分はともあれ、実際にこう、ユーザーが使っているところを見て、そこから、それがきっかけになって、まあ、興味を持たれるような方もいらっしゃると思うんですけれども、何かそういう、はいはい、ユーザーが、まあ、視覚障害でも別の障害でも構わないですけれども、使ってるところを見る機会とか、それがきっかけになったとか、そういうようなこともあったりはしますか？ありますよ。アクセシビリティの勉強を始めたというか、アクセシビリティに興味を持ってから、京都でたまたまその時、障害者と情報技術についての勉強会みたいなのが、どっかの NPO がやっててですね、それに行ったりとか、あと視覚障害者福祉施設に行ってみたら、とにかく感動したのが最初辞書で、これ、ウェブっていうより、まあ、情報技術という話だと思うんですが、はいはい、国語辞典が本棚初夏1個だったんですね。そうなんですよ。はい、で、それがその CD になっているというのに、まあ、すごく感動をして、はい、もうこんなに合理的な世界はないなと。はい。はい。というような経験がありますね。なるほど。そうなんですよ。本当にそこはね、辞書に関しては本当に結構画期的な、出来事だったんですけどね、当事者としてもね。やっぱりその、あと、もともとその、僕、障害者っていうくくりで言うと、なんだか怖いっていうのに近くって、全然わからなかったんですけど、友達ができたんですね、それでだんだん。はい。で、まあ、その人たちが、その、今までは、その、自分で手紙も書くことができなかったと。うん。で、それが、まあ、メールができるようになって、その、初めてプライバシーが確保された。うんうん。というのが、まあ、これは本当に大変なことだな、という思いもありましたね。ああ。そっか。それまでは、お手紙とか読んでもらわないといけなかったんですよね。書いてもらわないといけないですしね。書いてもらわないといけないですし。請願者相手だと、はい。ああ、確かに。そうなんですよ。手紙に関しては、書く方に関しては、まあ、相手が読みにくいことを、無視すれば、全部、ひらがななりカタカナで、書くタイプライターっていうのを使ってた時期っていうのが、うん、まあ、1990年代初めぐらいまでは、あって、僕もそういうものを使ってた時期はありますけれども、うん、来たものを読むっていうのはもうほぼ不可能に近くてですね、うん、もう本当にプライバシーとかっていうのは、まあないみたいなもんですよね、そこのところはね。だから、ね、今のお話なんかはもう、どっちかっていうと、当事者が、古い時代を知ってる当事者が受けた感動を聞いてるような、うん、感覚もちょっとあってですね。まあなんかそういう、なんだろうな、その当事者的な視点を持たれてる方が、ウェブだったり、まあ、ウェブに限らず情報のアクセシビリティっていうところに、参入してきていただけると、また、ちょっと違った見方が入っていいのかななんてこともちょっと思ったりはしますけれどもね。ラブレターとか送れない。もともとそのウェブの勉強を始めたときに、メディアというか、マスメディアみたいなものっていうのが、もともとその、一人の人が喋ったことがたくさんの人に伝わるっていう、メディアを利用できる人っていうのはお金持ちか、権力がある人か、まあそういう人ばっかりだったのが、はい、まあインターネットになって初めてその、貧乏人の手にですね、その、メディアが、はい、まあ、降りてきた、うん。で、そういうものの最たるもののところに障害者みたいなのがいるように見えたんですね、うん、その時に。うんうんうん、でも、こんな、これはもう人類の世界史を昔から見ても初めて迎える時代じゃないかと思って、
それがもうとてもエキサイティングで、だからまあ、やっぱりまあ会社を起こしてよかったのかなという気がしますね、それで。いやでもそこ、今僕そういう話をなんか久々に、するような気がしますけれども、その、僕自身もその感覚はすごくあってですね、まあ、まず自分でメールを読み書きできるようになったって大きいっていうのは もちろんさっきおっしゃった通りで、それもあるんですけれども、はいはい、やっぱり初めて自分でホームページを作ったっていうのが、まあ僕の場合は、もう、結構古くて、1994年とかそれぐらいなんですけれども、その時にやっぱり感じたのが、その今おっしゃったような、一対多の情報発信っていうものが、はいはい、金がなくてもできるし、はいはいはい、目が見えなくてもできるし、まあ、もっとその言えば、支援技術さえあれば、僕なんかよりもはるかに重い障害がある人でも、考えてることさえしっかりしていれば、つまり知識があったり、面白い発想ができる人であれば、金持ちよりも、もしかしたら読んでもらえるものが、伝わるものが作れるのかもしれないっていうことは、僕もすごく思ったんですよね。で、はいはい、そうすることによって、今までその障害者っていうのが、永遠に社会的弱者であり続けるような存在だった、状況から、もしかしたら解放され始めたのかっていうような感覚をちょっと持ってですね、ちょっとね、ゾクッとした記憶がありますよね。ですよね、そうですね。そうなんですよ。だからね、そういうところの面白さっていうのがあって、僕結局アクセシビリティみたいなものっていうのは追求し続けないとまずいんだろうなっていう、はいはい、そういうのはちょっとなんか原体験じゃないですけれどもね、ありますね、そういう感覚が。そうですね。だから比較的なんかそれさっきのイズじゃないですけど、自分のことを言われてるんじゃないかみたいなね似たような感覚をお持ちだなっていうのを今聞いててすごく思いましたけれどもね。はい。ちょっとそんなアクセシビリティに関わり始めたきっかけですとか、そういったところを伺うと非常になんかね、近いものを感じて、いますけれども、それでまあその時代工房さんの、を起こされて、で、はいはい、ウェブの、まあ、開発を中心にっていうことなんだとは思うんですけれども、はい、さっきも、まあちょっとそのお客さんとしては自治体とっていうようなことが、おっしゃってましたけれども、はいはい、アクセシビリティ関係のお仕事としてはやっぱり自治体とかそういったところが多い感じですか？というか、アクセシビリティ関係の仕事ってほとんどやってなくてですね。ええ。ウェブサイトをアクセシブルに作る仕事がアクセシビリティ関係の仕事だったら、自治体というか、そうなんですけど、たとえその企業のサイトとかでもまあ、勝手にアクセシブルにするので、はい、そういうことを言うと自治体だけじゃないってことになっちゃいますね。なるほど。はい。で、最近、やっぱり、試験をやることで自分たちが勉強できるんじゃないかってことで、この2年ぐらい、WCAG の試験についてちょっと勉強し始めて、ぼちぼち小さく受注も始めてるので、それは自治体が多いですね、確かに。はい。ああ、なるほど。まあ試験までやろうっていうところになると、結構自治体だったり、かなり、規模の大きな、企業だったりとか、サイトだったりとかっていうことには、なりますよね。そうですね。はい。はいはいはい。ただまあ制作っていう意味で言うと、じゃあまあ、結構いろんなところで、まあ、勝手にアクセシブルにするっていう。あ、そうですね。はいはい。活動をされてるっていう感じなんですかね。はいはい、はい。はいはい。で、制作されてるサイトとかって、まあ、お話しいただける範囲でいいんですけれども、はい、どれぐらいの規模のものを受注されることが多いんですか？それ金額規模ですか？いや、金額というよりはむしろその、発注側の、組織の大きさっていうような方のが、あれですかね、イメージしやすいのかな。そうすると、上は、内閣府。おー、はい。下は、個人。じゃあかなり幅広くっていうことなんですね、やっぱりね。そうですね。基本的に営業してないので、縁故とか、なんか、どっかから噂を聞きつけてきた方がっていう話ばっかりなんですけど。はい。なるほど。
そういった中で、その、アクセシビリティに関して、何かしらやってくれっていうことを、まあ、言われなくてもやるんだとは思うんですけれども、はいはいはい、そういうことを意識して、発注してくるお客さんっていうのも、中には、まあ、自治体さんとかはそうだと思いますけれども、自治体以外とかでもそういうことっていうのはありますか？いや、ほぼないですね。ほぼないですか？ほぼないですね。やっぱりそういう感じなんですね、状況としてはね。うちが言いふらして押し付けてるので、その、やりますけど、はい。ただ、最近ちょっと、明らかに様相が変わってきたなと思うのは高齢者対応ですね。だから、そのこと障害者っていうことで言うと、場合によるとそのすごい気の悪い話すると断られることがあるんですね。その障害者に対応するのにお金がかかるんだったら、はいはいはい、まあ今回アクセシビリティはいいわみたいなこと言われることがあって、で、うん、そういう話じゃないので勝手にまあやっぱりアクセシブルにするんですけど、はい、ただもう明らかにその人口の4分の1ぐらい高齢者になってきて、その目が悪いとかその耳が聞こえないとか、だんだん障害者の特性を広く薄くというかまんべんなく持ってる人たちが増えてきたから、はい、まあ、そういうのをターゲットにする言い方をすると、まあ、その、訴求力が最近あるな、というふうな気がしますね。まあ、あとその、発注する側の偉い人が高齢者だったりする可能性も結構、はいはい、そうですね。あるのかなって最近思いますけど、つまり自分たちが、昔はウェブなんてどうでもいいやと思ってた層が、はいはい、結構重要だぞと思い始めて、うんうんうん、いざ使ってみたら、若い人にはいいのかもしれないけど、自分たちには使いづらいなっていうことに気づいて、聞き始めてる。で、ちょっとその、発注側の意識がそういう意味で変わらざるを得なくなってきてる部分もあるのかな、なんていうようなことも思ったりはするんですけど。はいはい、明らかにあると思います、ね。そういうこともありますかね。ありますか、やっぱり。面白いのが、やっぱり90年代のインターネットって、はい、コンピューター使ってない高齢者だったんですけど、うん、2000年代今ぐらいになってくると、だんだんその、コンピューターをもともと使ってた人たちが高齢者になってきてるから、その、そうなんですよね。だんだんアクセシビリティのその存在感は、増してるような気がしますね。うん。その辺、植木さんなんかも結構感じられることありますか？そうですね。だいぶこう、なんでしょう。見る目が変わってきたっていうのは感じますね。まあなんかその、やっぱり若者のものだっていう意識、ほんと90年代と2000年代でそこの部分が徐々に変わって、今すっかり変わっちゃったのかなっていう感じもありますもんね。まあ、うちの親なんかは永遠に使わないと思うんですけど、ファクシミリを入れることにもかなり抵抗していたので、未だにパソコンも、スマートフォンもタブレットも使っておらず、ガラケーの電源も自分がかけるときにしか電源入れないという、そういう、すごい頑固世代なので、そういう人もいると思いますが、うん、でも普通に使ってる人もいるので、だいぶ10年前とか思い浮かべると、様子は変わってきたというか、まあ、電車乗ってても本当に年齢関係なくみんな普通に座ってスマホいじってますからね。うん。僕の友人に後期高齢者がいるんですけれども、2、3人。その2、3人の後期高齢者は割とその、まあ、元気が良くって、まあ、インターネット使うんですね。で、その、使ってる画面を見に行くと、まあ、むちゃくちゃ文字でかくしているんですよ、やっぱり。で、特にウェブサイト。その、OS、Windows とかものすごく大きくできていいんですけど、Mac とかあんまり大きくできなかったりして、その、Mac の場合、その全部ズームしろみたいな虫眼鏡的な考え方でやってるので、その、文字だけ大きくしたいっていう感じがうまくいかない気がするんですね。うんうんうん、でもそのまあ、ウェブサイトっていうことで言うんだったら、まあ、本当にね、センチで言うのも変ですけど、一文字1センチぐらいの大きさにして、とか2センチぐらいの大きさにして見てるので。でかいっすね。でかいですね。いや、もうこれはもう本当に弱視の状態だなっていう感じがします。本当そうですね。はい。その人がメール打ってる風景とかを見てると、昔の書院とかワープロソフト、ワープロの機械が、その一行しか画面に出なかった。はいはい、その、そういう感覚でメールしてますからね。はいはいはい。それ一行しか出なかったってのはいい表現だなって今思いましたけど、僕そのよく、画面を拡大して表示してる人とか、はいはい、あるいはまあ展示ディスプレイの時の
に関してもそうなんですけれども、ね、説明するときに、はい、こう、長方形の、まあ、長方形じゃなくてもいいんですけども、四角い小さな穴を、窓を開けた紙を画面の上に被せて、それを動かしながら、うんうんうん、見てるような、そういう視野の狭さというか、はいはいはい、そういう情報量なんですよっていう説明の仕方をよくするんですけれども、うんうんうん、まあ確かにその一行しかないワープロっていう方が分かりやすいかもしれないですね。いや、それは世代を問いますよ。中根さんだから分かるんじゃないですか、それ。いや。いや、でもまあ確かにね、一行、昔のワープロとかね、本当にそういう感じでしたもんね。はいはいはい。なるほど。で、まあ、そういった形で幅広くウェブのアクセシビリティを頼まれても、頼まれなくても、積極的に売り込んでいらっしゃる。もうちょっと言い方があると、頼まれてもいないのに押し売りしてるっていうのはすごくいい言い方な気がしますね。まあでもその、断れない、断るっていうオプションがない状態で、進めていかないと、はいはいはい。いけないなっていう感じはするので、まあそういう意味で言うと僕は押し売りした方がいいとは思うんですけれども、はいはい、ただ押し売りっていう言葉のイメージがちょっとね今一つなんですけれども、まあでもそういった形で積極的に展開されてるっていう、そういう時代工房さんですけれども、はいはい、まあその中で先ほどちょっとそのアクセシビリティテスト、ウェブアクセシビリティ試験にもちょっと取り組もうっていうようなお話も出てましたが、はい、まあそういった活動というか取り組みの一環として、その去年の年末ぐらいに話題になっていた、ちょっと正式の名称を忘れてしまいましたが、達成基準の早見表。あ、話題になってたんですか？話題になってたと思いますけどね、結構ね。はい。ツイッターとか見ててもね、画像付きでこれはめちゃくちゃいいみたいな、そういうツイートを何件も見た記憶がありますし。そうですね。喜んでいただけた方には喜んでいただけたようでよかったんですが、確かにその試験するために、まあ、やっぱり何回も読むんですね、WCAG を、の解説書と達成方法中を。はい。で、まあ、あんまりその、覚えが悪いというか頭が悪いので、その、例えば、達成基準のその枝番とか全然覚えられないんですね、僕。はいはい、はい。もう、これはもう、覚えるのを、覚える努力をもう捨てようと思って作った、すごく自分が便利が良かったので、まあ、作った感じですね、あれ、はい。PDF 版をね、ちょっと拝見しましたけれども、はいはい、確かに、だからね、僕もね、覚えられないんですよ、あれ、全然。僕結構長いこと関わってるはずなんですけども、WCAG とかって。はい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 、いまだに植木さんとか話してても、達成基準の番号がスラスラっと出てくるのすげえなと思いますもんね、それね。あ、すごいですよね。うん。うん、てへ。じゃないです。そういうのもあって、まあ、で、ああいうものがなんか、多分皆さんそれなりに自分用の資料として作られてはいるのかもしれないけど、意外に外に出てきてないっていう感じがあって、うんうんうん、で、それがまあ、この間は、ハードコピーも作られて、配られてたりとか、はい、PDF も、かなりアクセシビリティを確保するのに苦労されながらも、アクセシブルな形で作られて、はいはい、公開されてたりとかっていうので、ちょっと僕はありがたいなと思ったんですけれども。あ、嬉しいです。もう PDF 吐きそうになりながら作ってたので、もう本当に PDF のアクセシビリティ確保は技術が、全然追いついてないというか、オーサリングがもう全く、腐ってますね。苦労話をね、ブログというか記事でアップされてましたけれども、まあちょっと簡単にどの辺が吐きそうでした？はいはい、どの辺が吐きそう？まずね、インデザインで作ってたんですけれども。ああ、そのパターンですね。はい。はい。PDF 作れるぞって言ってるから作ったら、なんか勝手に文字が画像化するとか、で、なんでやねんっていうふうに見ると、なるほど、理屈は分かってくるというか、文字にその、修飾、まあ、飾りを加えてたりすると、飾りの種類によっては、この表現を印刷物で PDF にするには、文字のままでは無理だよっていう、ことになって勝手に画像化したりとかする、はい。ような部分があったりするんですね。うん。まあ、その、インデザインから PDF を作るっていうのって、多分、結構いろんな人が、あ、できるんだったらやろうってやって、た結果としてどれぐらいアクセシブルなのかあまり分からずにそのまま出して僕らが苦しむみたいなケースが結構多いような気がしてるんですけど、
あれ、画像、まあ、今画像、文字の画像化の話出てましたけど、その、オブジェクトの、はい、出現順序だったりとか、はい、まあ、タグ付けだったりとか、はい。その辺って、どれぐらい、こう、実用に耐えうるものが生成されるんですか？一応ですね、インデザインで、その、見出しの、例えばレベリングとかはできるんですよ。はい。ただ、その、やっぱり、そのアクセシブルな PDF を作る独特の知識を持ってる人じゃないと、読み上げの順序にしても、構造化にしても、意識した PDF を作るのはかなりハードルは高いなという感じでしたね。やっぱりそうなんですね。そうですね。まあ、今回の場合多分、最初にハードコピーっていうのがあったから、当然インデザインからっていうのが自然な発想だと思うし、はいはい、インデザインで PDF 作れるんだったら、じゃあそれで作ろうっていうのも当然自然な発想だと思うんですけども、多分、アクセシブルな PDF が作れるようには、あんまり考えられてないですよね。インデザインの PDF の、まだだと思いますね。出力は。はい、やっぱり、まあそういう意味で言うと、その、もともとが例えばワードファイルだったりとか、はい、で、そこから PDF を作るとかっていう方が、はるかに多分、その後の作業手順としては楽なのかなとは思うんですけど、ね、うん。はいはい。そんな気がします。まあでもその、ご苦労されて作られたものが公開されてますのでね、これ、ウェブアクセシビリティ関係の方はぜひ、スクリーンリーダーユーザーの人も含めてですけれども、ご覧になってみるといいんじゃないかと思いますが。それはむちゃくちゃ嬉しいです。スクリーンリーダーユーザーの方は。面白かったのが、アクロバットが入ってる環境と入ってない環境でスクリーンリーダーの振る舞いが変わるというのがびっくりしてですね。そうでしたか？はい、NVDA、と、Firefox で、その、例えば、タグ付き PDF というか、その、はいはい、見出しのレベリングを与えたものでは、その、見出しとして認識してくれなかったんですよ、最初。で、なんでかなと思って、Adobe Reader が入ってる環境でチェックすると、今度は見出しとして認識してくれたみたいなのがあって、はぁ、なんか、そういう不思議なところもあるみたいですね。そうですか。僕、もう、Adobe Reader が入ってない環境っていうのは随分長く使ってないので、全然気づかなかったですけど、はい、そうですか。なんか、そういうこともあるみたいです。まあ、だから、それは、Firefox の側で、その、Acrobat Reader の機能を使って、PDF をレンダリングするのか、もともと、Firefox にネイティブでついてる、JavaScript かなんかで実装された、はい、PDF のレンダリングエンジンを使うのかっていうのを切り替えてるんですかね、もしかして。かもしれないですね。NVDA 自身は多分、レンダーされたものを読んでるだけだと思うので。そうですね。多分 NVDA が何か変わったっていうより Firefox の方だと思うんですが。見た目には分かんないですもんね、それ多分ね。はいはいはい。多分タグの情報に関しては、Adobe さん的には、作るんだったら Acrobat を使って作れ。それ使って読み上げたいんだったら、Adobe Reader 使えっていう、なんか、Adobe 製のものを使うことまでしかサポートをしていないというか、そんな感じはいろんな面でありますね。そうですね。まあ、ただとはいえ、PDF 自体は一応国際標準とかにもなっていて、オープンなフォーマットなので、サードパーティーのソフトウェアでそういったタグに対応しようと思えば全然できるはずなんだけれども、現状は必ずしもそうはなってないってことなんでしょうね、多分ね。そうですね。はい。そうか。なかなかまあ、PDF ってなんか、出てきた当初からずっとまあ視覚障害者結構目の敵にしてる人が僕も含めて結構多かったよね。最近だんだん使えるアクセシビリティの高い PDF っていうのは増えてきてる印象はありますけど、やっぱりでもまだまだその作るハードルは高いってことなんですね。オーサリングは、ね、オーサリングは大変ですね。変わらず、ほとんどその辺の機能は向上、このもうなんでしょう、5、6年ほとんど向上してないというか、そんな印象すらあるので、例えば僕もそのセミナーのスライドとかって後日 PDF にするんですけど、まあ、タグ付けするのは大変大変。読み上げ順序整えるのも大変大変。昔は一回なんかしくじるとその時点で元に戻せないので、もう一回最初からやり直しみたいな。
そういう地獄も味わいましたね。この間、アドビのドキュメントクラウドっていうのを、ちょっと、アクロバットについてる OCR 機能を使いたくて、しょうがなくてお金を出して、サブスクリプションを買ったんですけれども、うん、で、せっかく買ったんだから、タグ付き PDF を自分でも作ってみようと思って、ちょっと手を出してみたんですが、スクリーンリーダーでは歯が立たないなっていう、うん、その作る部分に関して。オーサリングの中で、その、ツリー構造とか殴らなきゃいけなかったりして、はいはい。スクリーンリーダーではかなりしんどいだろうなという気がしますね。うん、まあなんかやっぱりそのありがちなんですけれども、その PDF に限らず、ウェブでもそうなんですけれども、ウェブっていうのはその CMS とかでもそうなんですけれども、その視覚障害者だったり障害者全般が使いやすいコンテンツを吐き出すっていう部分に関して、吐き出されたコンテンツに関しては結構頑張って皆さんケアしてるんだけれども、それを作るプロセスに関してはまだまだっていう感じがありますよね。ありますね。いや、なんかそれも、実は何回もおっしゃってるんですけど、僕たちが CMS を何回か作ってるんですね。はあはあ、で、視覚障害者が更新するための CMS っていうのを作ったんです、何回も。うん。何回も作ってるんだけど、で、まあ、友達、その視覚障害者関連施設に使ってもらったりしてるんですけど、まあ、結局、メンテされない、どんどん技術は新しくなっていくし、うん、当時まだGitHub みたいな感じで、リポジトリからなんか持ってきてとか、そういうこともできなかったりしてですね。はいはいはい。まあ、ちょっと、一つのちっちゃい会社でこれずっとメンテしていくのはしんどいなってなって、やっぱりまあ、どんどん廃れちゃったんですよ。でも、うん、オーサリングが一番面白いところだと思ってたので、障害者のウェブアクセシビリティのことで言うんだったら。はい、かなり頑張ってたんですね、うんうんうん。オーサリングが一番面白いっていうのはその通りで、先ほどちょっと話題に出てたみたいに、障害者、当事者が発信するパワーを持つっていうことのワクワク感みたいな、はいはい、さっき出てた話ですけれども、うんうん、それに直結する話だから、ね、なんか、すごくしっかりやりたいところではあるんですよね、そこって、うんうん。でもまあ、最近思うのが、だんだんうち、ワードプレスの案件が増えてきたんですね。はい。で、1.5 人ぐらいかな。全盲の人で今お客さんでワードプレス使ってる人がいて、うちのお客さんで。で、うん、まあ、使えるみたいなんですよ。はい。で、僕も一応スクリーンリーダーでどこまで操作できるのかやってみて、一応できるなっていう感じは持ってるんですけれども、まあ、去年のウェブアクセシビリティカンファレンスの時に、はい、井原さんがたくさんの人が使うもののアクセシビリティを確保すると、まあ、受益者が多いみたいな話をしていて、うん、そういうワードプレスみたいなたくさんの人が使うものがどんどん良くなる。うん。オーサリング環境として良くなるとか、そういうのはすごく、まあ、頑張りたいというかいいことだなと思いますね。うん、中根さんもツイッターしてはるじゃないですか。はい。で、まあ、発信側っていうことで言うと、90年代だったらみんな、いわゆる私のホームページへようこそみたいな時代があって、で、それがだんだんブログの時代になって、ブログから今度、ミクシーみたいなものになっていって、うん、ミクシーから、まあ、Facebook や Twitter や Instagram やいろいろ変わってく変遷の中って、みんな自己表現というか、発信の文脈ですよね、はい、あれ。で、うん、その発信がどんどんアクセシブルになっていくっていうのをずっと見ててですね、まあこれはすごく楽しいなというふうに思いますね、ウェブについては。うん。そうですね。だからまあ最近の新しいサービスに関して言うと、今、はい、まあ、ツイッターももう新しいっつうには新しくなるんですけど、まあ、そうですね。気づいたら僕この間アカウント作って10年ぐらい経つってことに気づいて、まあなんかかなりびっくりしたんですけれども、最近のサービスは、API を公開することによって、サードパーティーのクライアントのアプリとかが平気で作れるようになったりして、そこの部分で、視覚障害者だったり、なんとか障害者だったりとかに、取って使いやすい、オーサリングの、UX を提供するみたいなことが、勝手に提供するみたいなことがやりやすくなってきてるから、そこはいいことだなと思いますよね。いいですね。面白いですよね。うん。はい。で、まあ、そんな、ところで、ウェブ関係という意味で言うと、まあ、大体、少なくとも僕自身が存じ上げているところっていうと、今出てきたようなお話が、なのかなというふうに思うんですけれども、はい、もう一個ちょっとぜひ、お話を伺いたいなと思ってたことがあって、それは、
聞けるお品書き、はいはいはい、U メニューはい、はい、ですね、はい、っていう取り組みもされていて、これはあの、僕から説明するよりも多分柴田さんから説明していただいた方がいいんじゃないかと思いますけども、どんな、サービスで、どんな形で提供されてるんでしょうか。もともとは、あの、全盲の友達が、その友達とまあ、頻繁にご飯を食べに行くと、僕がメニューを読み上げたり、会社の仲間がメニューを読み上げたりしてたんですね。で、まあ、はい、それが大変なので、省力化しようっていうのが一番最初。だから、あの、はい、読むのがめんどくさいのと、向こうも聞くのがめんどくさいっていうのがあって、うん、で、まあ、じゃあ省力化しましょうっていうのが一番最初だと思います。で、なるほど。まあ、その後、まあ、これはもう他にも使う人がいるだろうっていうふうになっていって、外出支援っていうと変ですけれども、まあ、うん、障害者、特に視覚障害ですね。視覚障害の人が街に出るのに、の後押しになると楽しいんじゃないかって言って、まあ、U メニューのサイトにした、Gアプリにしたというものですね。はい。なので、まあ、サイトに行ったり、サイトにアクセスしたり、まあ、このアプリをダウンロードして、開くと、まあ、登録されている、飲食店の、メニューが、どこの店に関しても同じ形式で、表示されて、音声読み上げでも、わかりやすく確認できると、はいはい。そういうふうに作られてる、ね。はいはい。そうですね。でも、これ始められたのはいつ頃ですか？もう10年以上前ですね。あ、そんなに前からな。多分、やってました。かなり昔から。全然知りませんでした。はい、あ、そうですか。ひっそりやってたので、あの、面白かったのが、ツイッター始めた途端利用者が増えて、あの、ツイッターで宣伝し始めた途端利用者が増えて、いや、始めた当初はね、月 PV が100ぐらいだったんですよ。はい。月間 PV が。で、100っていうことはおそらく、僕の、はい、友達が使ってるだけだったんですね。で、ツイッター始めてから、その、1万数千まで行ったので、およそ100倍に増えたんですね。おぉ。だからまあ、ニーズはあったのかなという気がしますね。いや、まあ、間違いなくありますよね、そこのニーズはね。いや、さっきおっしゃってたみたいに、その、メニューね、親切な友達と行くと、というか、まあ、諦めてる友達と行くと、読んでくれたりするんですけれども、そう。読むのもめんどくさいってのはそうなんですけど、聞く方もね、結構その、ぼーっと聞けないというか、なんかね、気使っちゃうんですよね、結構ね。で、あとその、さっきのやつもう一回読んでとかも言いづらかったりとかね、なんか、結構気を使わざるを得ない状況になるので、そこを気にせずに読めるってのは結構読めるっていうか確認できるのは結構大きいんですよね。もう嬉しいです。我が酔いたいです。アクセス解析見ると2010年までは遡れて、2008年と、2008年も遡れるので、やっぱ10年以上前からやってますね。へぇー。今のサイトの構造というか、リニューアルして、今、このサイト自体は、どれぐらいなんですか？リニューアルしてからですか？はい。それはね、今のサイトは。今のサイトが2013年ぐらいなのか。そうなんですね。へぇー。一番最初が2007年の10月13日って書いてあるので。あ、10年以上ですね。そうですね。すごい。すごいな。でもまあ、誰も使ってなかったんで。いや、でも続けてるっていうことがやっぱり重要ですね。そうですね。面白かったのは最初ビクビクしてたので、一応弁護士に聞いたんですよ。こんなことして店に怒られないかって言って。そしたら、一応メニューは、なんかそんな著作権問われるようなものではないよって言われたので、まあそれに気を良くして、チクチクやってるっていう感じですね。で、まあ最初はそのサイトでやられてたのが、2年くらい前でしたっけ？ iOS のアプリが。そうですね。この1、2年ですね。多分僕そのきっかけで知ったんだと思うんですけれども。はいはいはい。で、僕はその、もともと、知らなかったんですけれども、はい、iOS 版のアプリが出たっていうのを、
それこそ多分ツイッターで拝見して、おおと思って、そっから知って、時々使わせていただいてるような感じだと思うんですけれども。やっぱりこれはあれですか、まずやっぱりその iPhone を使ってる、それこそ、お友達だったりとかも含めて、視覚障害者が増えてきたっていうことで、作られたか。そうですね。ボイスオーバーが意外に使えるじゃないかっていうのが分かって、で、まあ、全盲の友達もまあ、ボイスオーバー意外に使えるっていうことで、はい、あとその、どうしてもインターネットに繋がってないと見られないっていうのが不便だなっていうふうになって、アプリ版にしましょうという流れでしたね。まあ僕もそうですけれども、アプリ版が出て多分認知度も知名度も上がったってこともあるとは思うんですけど、結構使ってるっていう声聞かれるんじゃないですか？なんか聞きます。視覚障害関係のところに呼ばれてフラフラと行くと、時代工房を知らなくても有名に知ってる人がいるので。まあ、使う人が増えてきたので、更新も真面目にしなきゃっていうことで、うちの会社、就労支援事業所もやってるんですね。はあ、はあ。で、まあ、その就労支援事業所の一人に頼んで、もうリクエストがあったらどんどん更新してくれって言って、そこで、U メニューの内容を更新してますね。ああ、なるほど。じゃあもう、更新する体制っていうのもある程度、できている状況なんですね。はい。この数年で更新体制を整えた感じです。結構なんかツイッターとか拝見してると、こういうところのメニューの追加のリクエストがあれば、どうぞみたいなのも時々、見かけたりするんですけれども、はいはいはい、そういうなんかコンタクトみたいなのも結構あったりしますか？ありますよ。どこそこ足してっていうのもいっぱいありますし、時々嬉しいのが、企業そのもの、だから飲食店の側から、何か、お声かけもあったりして。なんかでもそっちやるなら自分のサイトアクセシブルにしたらいいのにとか思うんですけどね。まあでも本当にそう思いますけどね。それはね。いや、本当はだからなんかね、どこの飲食店に行っても、それこそ、共通の API でメニューが引っ張り出せるようになってて、それをまとめるだけのアプリみたいなのにできると楽ちんでいいなとかよく思いますけどね。そこまではなかなかいかないですね。いいですね。API があってメニューが取れるとか最高ですね。なるほど。まあでも最初 100PV だったところから多分今かなりウェブでアクセスする人も多いでしょうし、アプリ使ってる人も多分、結構僕、視覚障害関係でそれこそ、使ってるっていう話聞くので、かなりユーザー数多いんじゃないかなっていう感じがするので、そういった意味で言うと、ね、知名度も上がって、そういった企業からのアプローチもあって、どん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 こう、情報が充実していくっていう流れが、もうできつつあるっていうことなんですね。あとはね、もうとにかく金にする方法はわからないので、まあこれも勝手にやるしかないなっていう感じですね。ここだ、そこだ。うん。まあなんかただ、これも仲間と喋ってるんですけど、なんか広告とか出したら U メニューのいいとこなくなっちゃうし、なんか、例えばなんかアレルギーの情報も載せてくれとか、まあ、いろいろと載せたい情報に色気が出てくるとちょっと、邪魔くさいなっていうのもあって、勝手にやらせてもらう方がいいのかしらっていうことで、今は、自分たちで勝手にやってる感じですけどね、これも。そうですね。そこ難しいですよね、なんか、いや、会社の仲間からも言われるし、利用者の方からも言われるのが、旬の情報を載せてほしいって言われるんですけど、それが厳しくて。そうですよね。今日のランチ。今日のランチとかすごいですね。一日、有効期限一日の情報だもんね。ファミレスとかのそうですね、いちごフェアとかそういうやつですね。そう。なんか、会社の仲間にはかなりそれで、それ乗ってなかったらつまんないから嫌って言われてて、まあ、それ乗せるのも大変だなと思うんですが。まあ、そういうなんか、一押しのもの、期間限定の一押しのものみたいなものを、お金にするっていうのはありかもしれないですけども、なかなかでもそこ本当に設計、なんか仕組みの設計が難しいところではありますよね。もうなんか、課金とか集金とかめんどくさいんですよね。よくわからなくて。そうそうそう。ね、うん。仕組み作るのもめんどくさいし、その後運用するのもね、なんか、余計な責任が発生する感じもあって、ちょっと、
めんどくさいとかありますよね、うん。やっぱそうですね。僕たちその、まあ、会社の名前に工房ってつけてるみたいな感じで、その、どちらかというと職人というか技術者というか、そういう気分でみんなやってるんですね。で、なんちゅうかその、頼まれたものを作って、これいくらかかりますよって言って、それに対して請求書を出してお金をいただくっていうのはわかるんです。その、そういうビジネスモデルはできるんですけど、そうじゃないビジネスモデルがよくわからなくって。うん。だからまあ、本当はね、なんかその、アクセシビリティをちゃんとお金にできるいいモデルが作れたらいいなと思うんですけど、それはもう、僕たちには難しいのかなと思ったりしてますね。やっぱり勝手にやるとか黙ってやるとか、うん、そういう風に。うん、まあそこは多分みんな悩んでるところのような気がしますのでね、いろいろ知恵をちょっとね、いろんな人たちと出し合って、ずっと考え続けていかないといけないのかなと思いますけどもね。で、まあ、そんな有メニュー、10年ぐらい前に実は始まっていて、最近結構、広がりを見せているというところですけれども、はいはい、今後なんかこういうことやりたいとか、そういう、なんかありますか？有メニューありますよ、いろいろと。実験的にやって、割と好評なのが、フロアガイド。デパートのとこに何があるみたいなのが、ちょっと有メニューと毛色が違うようだけど、そこにニーズがあるのも、もう明らかに相性よくニーズがあるみたいなのもわかりますし、あとその、うん、もう一歩進めたら、パーソナルな有メニューを作れないかなという、だから、登録したら、このサイトにユーザー登録して、その勝手に足していいよとメニューを。どんどん。うん。で、まあ、友達用に足してあげるんだったら足してあげなはれと。で、その、うん、基本的に出るのは、その、オーサライズされたものは、その、一般的なものとして出ますと。でも、その、自分のうちの近所にある定食屋を、その視覚障害の友達に送りたいからってやるのは、とりあえず、一旦はその、自分たち用に使ってね、という感じで、その、うんやるようなものが作れないかなとかそういうことを考えたりしてますね。なるほど。まあ、多分なんかそのパーソナライズっていうところで言ったらかなりいろいろと面白い機能を考えつきそうな気がしますね。はいはいはい。いろいろとできそうな気がします。うん。じゃあまあちょっと今後にも注目、夢にも今後にも注目させていただきつつ、僕も時々使わせていただきつつ。はいはい、ありがとうございます。はい。ということで、まあ、ここまで、有メニューのお話を伺いましたけど、まあ、時代工房さんとしてでも、あるいは柴田さんが個人的なこととしてでも、何か今後、こんなことをやってみたいとか、こういうことをやるから、ちょっと注目してとか、なんかそういうのあります？ちょっと、アクセシビリティ関係のことしか今思いつかない脳みそになってるので、その話をすると、一つが、今、ツイッターで放流をしている、早見表の2番目のやつがあるんですね。の、草案があるので、まあ、それ、早速そのモンドさんがなんかいくつか言ってもらって、それについて考えているところではあるんですけれども、まあ、もしそれのフィードバックがいただけるんだったら、嬉しいなと思っています。というのが、一つ、あります。はい。もう一つは、その、アクセシビリティのチェッカーを作っているので、その、a11yc.com っていう恐れ多いドメインを取ってですね、そこで、チェッカーを作ってるんですけど、それの大きな改定を今しようとしているので、まあ、それもまた使ってもらえると嬉しいなというふうに思っています。はい。はい、じゃあ、まあ、今後、早見表にしても、チェッカーにしても、有メニューにしても、はいはい、まだまだいろいろと動きが、ありそうですので、はい、ぜひ、はい、期待させていただきたいと思いますけれども。嬉しいです。はい。はい。ということで、今回は、有限会社時代工房の柴田信文さんに、ゲストでご出演いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日のポッドキャストは以上です。はい、どうもありがとうございました。また次回です。またねー。さよなら。楽しかったですね。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback@axel.net、feedback@axel.net です。
なお、いただいたコメントなどを、ポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。だからまあ、本当はね、なんかその、アクセシビリティをちゃんとお金にできるいいモデルが作れたらいいなと思うんですけど、それはもう、僕たちには難しいのかなと思ったりしてますね。やっぱり勝手にやるとか黙ってやるとか、そういう世界に。